ミオンのジャズドーン。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで前回の続きなんですけれども、はい、シージャンブルースを、アドリブ撮ってみよう編の前編が終わったということで、はい、で次は後編になります。で前回やったのが、1小節のフレーズと2小節のフレーズを作るっていうところまで行ったんだけど、うんうん、はい、ブルースっていうのは12小節が、一塊になります、うんうん、これをよくワンコーラス、ワンコーラス、うん、って言うんだけど、まあ、ちょっとこれもついでに覚えておいてほしいんですが、はい、ブルースって12小節しかないのでテーマもアドリブも2コーラス繰り返すのがデフォルトになります、うんうんうん、だからさっきのシージャンブルースも、はい、12小節を2回分やる、うんうんうん、で次アドリブっていう風に進行することが多いかな、はい、でアドリブも1コーラスだけとかじゃなくて12小節だけじゃなくて24小節を何回やるかとか、うんうん、2コーラスを何回かっていう風に、まあ、やる場合が多いですと、はい、覚えていてください。じゃあ、 前回は1と2ができたんだけど、これをどうやったら12とか24とか長くできるかって話になるのね、うん、はい、で、例えば1分間のなんかスピーチを、はい、面白い話をなんか今からどうぞとかって言われちゃったらできます、はい、うわ面白い話がなければできるかもしれないそっかそっかどっかの面接だったら、ね、あ、まあ、僕らはねヤマハでも働いてますけど、はい、そうですね、ヤマハの面接でなんか答えませんでした？あ、なんか答えたかもしれないです。1分間で自己アピール、あー自己アピール、 ありました。あったでしょ、はい、今思い出す、うん、ね、なんかああいうのってもう緊張するし、はい、何喋ろうって思う、うんうん、これも一緒で、ブルース吹いてって言って12小節、はい、なんか自己アピールどうぞって言われてもって思っちゃうと思うんですよ。はい、でも1分間喋れって言われたら、例えば15秒で4セクションに分けて、うん、あ、そう、例えば最初の15秒で、まあ挨拶、はい、うん、で次の15秒で、今までの私はこうでした、うんうん、で、次の15秒で、なんだ面接対策とかになっちゃったけどまあこれからの私、うん、で、なんかこう期待できることを最後15秒で話しておしまいにしようとか、はい、なんか作戦が決まってるのと、あと小分けになってると喋りやすいんですよ、うん、あ、なるほど、うん、だから1時間何か喋れって言われても、うん、必ずやっぱり前後半に分けるとか、はい、10分ごとに話題をテーマを設けとくとか、うん、なんかするでしょ。そうです、うん、だから12も、まあ、3セクションに分ければいいかなと思います。あー、まあ、テーマ自体が4小節かけ3段っていう風になっているはずなので、はい、4小節のフレーズさえ何か作れちゃえば、はい、もう勝ちなんですよ。それを3回言えばいいの。だからさっきの話で言うと15秒の話ができれば、はい、もう3分だろうが、うん、2分半だろうがいけますよね、うん、っていうことなんですよね、うん、じゃあ4小節どうやって作るんだって話なんですけど、1と2を組み合わせてください。はい、うん、そう、例えば1小節のフレーズを4回繰り返せば4小節になりますよね。そうですね、2小節のフレーズを2回繰り返せば4小節になりますよねとか、うん、ね、ちょっとやってみようかな。1小節を4回でしょ、例えばこれで4小節よ、うん、ね、2小節のフレーズを2回繰り返すってなったらこれで22で全部で4小節とか、はい、うん、ちょっと真似してみようか、はい、1小節を4回繰り返してください。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うん、じゃあ2小節を2個小節を2個、うん、ちょっと長くて大変だけど、はい、やってみよう、せーの、
よいよいよ、うん、っていう風にやると4作れたでしょ、はい、でもう今1111と22で8小節になってるの、はあ、だともう1種類入れればいいでしょ、はい、1小節1小節2小節とかどう、おー、うん、1小節あ、いいよ、オッケーオッケーオッケー、でこれで順番こにやったらもう12小節でしょ、うん、うん、やって作っていく、そうってやると必ず、12小節なんて実はあっという間に作れます、うん、ちょっと伴奏合わせてみる、はい、うん、1111、まあ作戦ね、22で112っていう、うん、失敗してもいいね、はい、あの失敗したらもともとそのつもりでしたみたいな顔していただければわかりました、うんね、やってみましょう、はい、よ、2、3、ワンコーラス。ワンコーラス。完成。おー、はい、初めての。はい、これワンコーラスなんですよ。ね。ただし、うん、ちょっとね、喋りすぎちゃって、はい、若干僕のようになってしまって、普段の僕のようになってしまっているので、はい、もうちょっと、うん、渋くいきたい。なんか高倉健さんばりにちょっと渋く。すいません、古い。言葉数少ないけど。そう、北王子金谷さんとかでもいいんだけど、分かんないなんかその大御所俳優みたいな、うん、そうかみたい なんかそのちょっと間がたっぷりみたいな感じでいくんだったら、1111の2個目の1お休みしてみるとか、2個目の1お休み、3個目休みとか、何でもいいんだ、例えば3個目休みだったら、休んで、うん、1だよ、せーので、休んで234っていうか、うん、っていう感じでやると4小節になるよ、うん、じゃあ、2小節2小節の、はい、なんか2吹いて2休むとか、うん、2お休みです、2お休みする、勇気がいりそう、うん、そうだね、はい、でこの時におろおろしていると、うんうん、あ、吹けないんだって思われちゃう、はい、だからでもう楽器を加えたままでおろおろしてるとなんか困ってんのかなって思われちゃうから、2吹いたら、はい、口から話して、うん、バンドの方見ててみたいな、なんかニコニコして、はい、みたいな、で次に繋げるとか、あ、はい、堂々としてることがすごく大事なので、はいはい、2吹いて2休む、もう 2小節休むって結構じゃない、結構ですね、はい、でも、その時に楽器はもう話してる、うんうん、なんで話すかっていうと、後ろでバンドの人がそれ見てるんだよ、はい、で、あ、ミノさんも吹かないんだこの2小節ってなるから、はい、うん、ピアノの人の右手が動いたりとか、ドラムの人のフィルが入ったりとか、うん、ベースの人ちょっと高いハイポジションに行こうかなとか、はい、うん、何か隙があるなと思うから後ろからこのフォローが入る、うん、っていう風にセッションって楽しむので、はい、うん、ずっと喋ってね、昨日ねこれねあれねとかってずっと喋ってると聞いてるだけしかなくなってしまうので、はい、
うまいことをこうやって隙間を開けて、うんうん、口から離しておいてください。112でも休んでみようか。1吹いて1休んだら2吹いてみる。はい、うん、ってみましょう。1吹いて、そうそう、堂々と。で、2小節。あ、いいじゃないですか、うん、ね。てな感じで、休みも入れつつやってみましょうか。はい、じゃあ今の形にしてみる。1休んで1吹くでしょ。で、2吹いたら2休む。その時なんかこう離してニコニコしててください。乗ってるんです、ね。で、また1吹いて1休んで2吹いておしまい、うん、はい、これでなんかこう渋い感じの大御所俳優的なアドリブになります、うん、はい、やってみましょう。はい、1吹いて1お休み、そう、指示します。ワン、ツー、吹いて、で、休んで、で、こんな風にすると、はい、まあ、簡単に12小節が作れるので、パターンを変えればもう無限に作れるでしょう、はい。まあ、例えば2吹いて11とかでもいいよね。ああ、そうですね、211でもいいし、あとはどんなパターンある？あとは11で2、さっきやったね、11、2はさっきやったね。じゃあ2やって1お休みで1吹く。あ、それはもうだから211の派生形になります。あ、そうですね。もう一個ね、121がある。ああ、え、それも、あ、そっか。どこお休みするんですか？あ、別に休まなくてもいいし、あの、休んでも休まなくてもいい。区切り方で、例えば、うん、1吹いて2吹いて1休んでもいいし、うんうんうん、1吹いて2休んで1吹くでもいいし、うん、まあ、あの大枠、あの、はい、大味みたいなものを2と1で組み合わせると、うんうん、計5パターンは、ね、できるはずなんだ。今多分5パターン作ったよね。111122111211211211211211、あ、そうですね、5パターンできたでしょ。はい、でそれぞれの1でも2でも吹くか休むかは自由、うんっていう風にすると結構無限にできちゃう、はあ、うん、でそれを2コーラス分やればもう2コーラスアドリブを取れましたっていうことになるよね、うんうん、じゃあテーマを吹いて、はい、でアドリブを吹いて、はい、テーマ吹くっていう、あ、やっていいですか？はい。まあ最初なんで、はい、自由でいいし、はい、もう間違えてもいいから、うんうん、で大事なのはミオさんの頭の中は今誰も分かんないわけよ。僕も分かんないし、はい、見てる人も分かんないから、うん、私は121でやろうと思ってたのに、はい、211になっちゃいましたとか、はい、なっても誰も分かんないから。だから困った顔しないっていうのがすごい大事です。はい、じゃあ、計6コーラスやることになるんだけど、はい、いいかしら。テーマを2コーラス、テーマを2回やって、でアドリブを2コーラス分で、テーマを2コーラス分ってやるとワンソング1曲になる。はい、ちょっとやってみましょう。はい、いいかしら。はい、はい、じゃあお願いします。頑張ってみます。じゃあまずはテーマをミでした。うん、ミミから。コーラス、
リブ。いい出来だったと思います。ですか、ありがとうございます。はい、これで、1曲完成ということになりますね。簡単でしょ。簡単ではない、はい、簡単ではないですけど、でもなんか、ま、こう何にか全然分かんなかったものが、あ、そうだね、こうやって組み立てるんだ。そうだね、作り方は分かったので、皆さんもちょっと真似をしていただけるとね、はい、いいかと思います。で実際には、これがジャムセッションしよう、はい、まあ、例えばじゃあ一緒に吹きましょうとかいう話になったら、うん、テーマは一緒に吹くだろうし、はい、まあ、ミラの間にさ、はい、なんか一小節開くところがあるんで、A マイナーペンタでドーナドーナとか、なんかこう愛の手をちょっと入れたりとか、なんかバンドの人がちょっとこう、はい、愛の手を入れたり、まあ、そういうのをおかずって言ったりしますけど、うんうんうん、おかずを入れたりとか、あとはアドリブも、例えばトランペットの人もリコーラスやるし、はい、トロンボーンの人は、結構調子出てきたから、うん、2小節、あ、2コーラスを本当2周分、あ、だから4コーラスやるよってなると48小節そうだね、うん、とかでもいいんだよ。あのいくらでも広げていいし、うんうん、とかあとは、4バース、はい、4小節ごとに交互に吹きましょう、バトルしましょう、うん、なんかそういうのがあったりして発展させていくっていう形になりますけど、やってみたい、ね、そこまでできるといいね、はいはい、でも、まあ、この1コーラス作る2コーラス作るっていうところまでできただけでも、うんうん、だいぶジャズと半歩一歩進んだそうですねちょっと思うんで、まあ、今後も頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ、美穂さん今日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次回のまた動画でねお会いできることを楽しみにしています、はい、あの今日の動画また役に立ちましたらいいねボタンを押してください。また次回の動画も見逃さないためにチャンネル登録お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。さよなら。